体ルールってのは何なんですか。決まってるでしょう、勝俣くん。君は DDT 唯一のデスマッチファイターだと僕は思ってるよ。そしてアキトのデスマッチの代表作といったら何だい。蛍光灯一本だろ。蛍光灯一本やるぞ。勝俣くんでいいですね。わかりました。では9月29日後楽園ホール大会におきまして DDT エクストリーム選手権試合、チャンピオン勝俣翔。ちょっと待って、あのさ、まだそれで全部整ったって僕言ってないじゃん。え、まだあるんだよ。まだ追加のルール足したいんだよ今回。もっとさ、エクストリームスリーリングにしたくないから。君だってエクストリームを代表するチャンピオンだと俺は思ってるよ。俺だってエクストリーム代表するチャンピオンだと思ってる。そんな二人が交わるんだからさ、もっと刺激的にしましょう。今回はタッグマッチでやらせてください。